ようございます。前回の続きで H-IKES別カメラでの撮影です。魚の渋い時の仕掛けなどを紹介しています。釣り堀機種ではコロナ対策で船内客室に除菌空気清浄機を設置していますので、安心して乗船できるようになっていました。はい、はい、スタートです。とりあえずミックにした。ミックにした。あ、船が通るからすごい揺れるな。超揺れる。船が通ってるから。よろしくお願いいたします。行き足は小屋の前にて4匹500円単位で販売しております。青物購入前は混み合いますので、ご利用のお客様は早めに購入しておくことをお勧めします。ちょっとガンダム撃った方がいいかも。これガンダム撃った。こんなに船がバタバタしてたら、うん、はい、おはようございます。繰り返し時間は7時50分。7時50分からとさせていただきます。ご準備のほどよろしくお願いいたします。あ、ここはかかって半から。あ、入った入った入った。ちょっと緩いか、ドラクが。ありがとう。よいしょ、ミックだった。熱い。ミック、ミックで田中、下から1メートルから1メートル半ぐらい。ガンダムと、うん？地球来た？え？ちょっとこっちがあれか。手前が浅いかもね。朝の大事な時間に何をしてるんだ。そこ、やっぱあれやね、ちょっと揺れてんねやろな。ちょっと向こうに落としたら全然。どっち？向こうに？多分網の境目的な。イエロー来ない気がするぞ。あ、ほんまや。でもそれ、またこっち来たら危険そう。うん。
イエローじゃない気がする。イエローやっぱり。うん。イエロー。ありがとうございます。違う気がする。団子で来なかったら。今ササミつけてみるわ。うん、さっきミックでもタイやったからシラサとか。あ、今誰か食べてた。あ、カンナ、なんでや。あれでもあかんねん、餌取られとんねん。え、ちょ、網じゃあここはこっちある。あ、すみません。行けます。この大事なことどうするか。少しぐらいがいいね。これに立ったら、引っ張るのから、4km で落ちたら、真ん中、サメ。俺、キューバ。あ、誰や。言うてます。乗った。誰や。タイやタイ、うん、じゃあ行こう。だんだん、だいぶ待たないと。なんかこれぞ釣りっていう感じで、あんだけ当たった、面白い。ドキドキしたね。今そこですか。ちょっと変えようか。棚はそこですか、上。ちょっとじゃあサメか。あんだけでもだいぶ待ってて、あれでギリギリって。浅いねんな、食いがな。こっちに呼び込もう。あ、入った。しまたってる。よし、うん、みんなダブルでかかってんの。あ、私すくうやつがない。あか、みんなダブルで忙しい。はい、大丈夫です。え、嘘、ちょっと忙しい。ちょっと待ってや、私外すわ。はい、はい。はい、頑張って出して。いいよ。いけ。ごめんね、ありがとう。やっぱ浅くしたら来た。それ2メートルぐらいにしたら来た。さんが今シマアジ釣れたってこと、同じ棚ですよね。じゃあシマアジもいるん。あ、浅い。もっと浅いところに。よし、マジョ。ごめんなさい、お待たせしてる間に。ミック、な、今日はミックしか釣れてんのかな。私もミックやった。浮きゼロで初めて釣った。浮きゼロ。初めてですわ。ちょっと練習で。練習。ゼロやゼロゼロ浮きとは、
般的浮きには浮力が明記されています。1号浮きは1号の重りで安定して浮くように作られていますが、0や00浮きは針と餌の重みだけで少しずつ沈下するようにできています。使い方は、当たりが渋い時や潮に乗せて釣る繊細な釣りに使用します。一般的には磯のグレ釣りなどに使用されています。どうですか、0号機の2匹釣れました。あの直接手に来ますわ。あ、常にこれ張った状態で、要は魚の抵抗を与えないっていう、その浮きの抵抗がないやということですもんね、まあまあ、引いてるから。はい、かな。ん？あ、タイだな。ごめんなさい、タイです。よいしょ。おー、無理。あー、無理。よいしょ。あ、とった。はい、いえいえ、はい。うわ、でかい。大きい。お、来た来た来た。2で1個やから。あれ止まった。内村さんは深めで来てるの？浅めで来てる。浅め、そこから2メートルぐらい。あの浅いですけど。はいよ。はい、はい、ありがとうございます。あ、シマアジや。シマアジじゃん。うん、かかってる？おー、シマアジ。なんか引っかかったか。佐藤さんと。ごめんなさい。よっしゃ。今なんか白さダメですね、つけてるけど全然、うん、2メートル下から。私も1メートル上げてきたから2メートルぐらい上げてる。結構上げてんねんけど、いいよ。分からん、あそこの下じゃないやん。あ、そうやな、手、まあまあ確かに。あ、手袋してない。また帰りに回ってますけど、釣り堀来てるではこの船の中をですね、クリーンリフレという全体無塩化ダジアエサ淡水という、本物のジアエサ淡水で空間除去しております。ですので、まあ、病院でいうクリーンルームみたいな、まあ、ICU みたいなのをこの部屋の中に作るというものをやっております。お客様の安心安全を考えてそのようなことをやっておりますので、よろしくお願いします。またこのクリーンリフレの、販売店を和歌山で、どうじゃないということでやらせてもらってます。コロナ対策とか、コロナが有効ですので、マスクの方から、さあ声かけてください。よろしくお願いします。シマアジ当たってけえへんかな。あ、来た来た。ほら、シマアジちゃう。あれ横に持って動いてるやん、もう。うん、ちょっと、どこ、あ、そっちか。島地さん、今の。あ、はいはい。あ、私も取れた取れた。島地だね。当たり方が島地っぽかった。よし、島地しよう。取れた？あ、取れた取れた。うん、白さ。コンコンって綺麗に入ったね、今。棚さ、木のままやんね。上げた。上げた。あ、来た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 。ちょっと待って。島アジア。
部さんか、なんか早い、はい、ありがとう、すみません、それ白さでした、白さ、あと白さか。まとめ、今回の H イケスは依然タイの活性が悪く、原因は水温が不安定ということが考えられます。シマアジは2キロぐらいで回遊が見られました。そこでいろいろと試行錯誤した結果、今回ゼロ号浮きを使用して餌と針の重さだけで自然に餌が沈下するのを演出してみました。魚がいる棚を探るのには有効ではないかと思います。釣り堀での超過アップは釣り竿、仕掛け、餌、棚、手返しが重要な要因となります。ここへこれが、うん、あの1対2しづらいかもな、うん、雰囲気で1対1ぐらいでもええかも、うん、でこれやって、うん、このフィルターこれちょっと紙質なんですけど、うん、こいつのクリーンリフレが、うん、吸い込むわけか、吸い込むのを噴霧器で、うん、これで上で噴霧する、はい、1回押したらつくし、もう1回押したら強なるし、もう1回押したら消える、一応 USB に差し込んでいくね、ね、これ液体をここに入れて、そう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 、これこぼれることはない、いや、あ、まあこんなんやったらこぼれるけど、うん、すぐ汚れたりしないでしょ、普通の加湿器みたいなんだったら、うん、週間ぐらいで汚れてくる、このジアン S 酸素入れてるから、うんうんうん、金をね、でこれを入れて、うん、こういうような使い方ですね、うんうん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。